連日、暑い日が続いておりますけれども、体調の方は皆さん、まだ僕よりもずいぶんお若いんで、万全だろうと思いますが、ぜひエアコンを朝までつけないようにですね、僕も頑張っておるんですけど、なかなか気がついたら朝までつけっぱなしで寝てしまう毎日が続いておりますが、体調管理にはくれぐれもお気をつけいただければと思います。それれでででは早速すすけれどもまず1点目のですね 疾病、えー、をまあ日本一にゆるキャラグランプでするために、えー、アニメーション、ホームページ等々の先ほど市長が申し上げましたように、えー、取り上げをさせていただきました後ほど詳しいことはこの画面によって説明をいたしますが、えー、何度もこの場で,です、ね、申し上げてまいりましたが、疾、え、病、ー、ゆるキャラを日本一にすることが、えー、当たり前のことですけど、目的ではありません。 なでしこの佐々木監督もです、ね、対談の中でいろいろと説明、思いを語っておられますが、なでしこの8位から4位となったときに、改めて、えー、何とも言えない壁を感じたと、それは結果的には意識だったということを述べられております。 じゃあ、どういう意識かというと、当時、メダルを取った皆さんは、世界一になるんだという目標を持って、そのために自分は何をしたらいいかを考えながら、チーム作りをしてきたということが改めて分かったと、私はこの疾病という切り口、キャラを使ってですね、えー、一つの目標に向かって、何をどうすれば、それに一歩ずつ近づくのかということと、 それと、市民、職員一丸となって、目標に向かったことで、何かヒント、もしくは成果、それからやり方、知恵等々をですね一緒になって、二人三脚で学んでいき、気がついてみたら、磐田氏がこうなっていたかのような想像を、夢を見ております、その一つの題材、手段が、疾病というものを使わせていただいて、日本一に挑戦してみようと、まあ、こういう思いで、 えー、今日まで、えー、約1年やってまいりました。えー、その中でですね、えーまあ、今回、えー、後ほど申し上げますけれどもその、秘密結社、鷹の爪でございますかね、それとパンパカパンツなどで、えー、有名な、えー、この地元出身のお、まあ、経営者によりまして、えー、株式会社 DLA、これ、あの、 いいですね、非常に有名な会社、まあ、世界を相手にして羽ばたいておられる企業でございますけれども、お願いをして、まあ、このような形に至りました、そして嬉しいことはです、ね、ダンス振り付けを考えたのが、候補の職員でして、こういうこともその一つの底上げの一つかなと思って、市長としては大変嬉しく思っております。またあの 1000人、約1000人正規、まあ、あの病院、消防、抜かしますと、いるんですけれども、その1000人が1人100枚ずつのカードで,です、ねえー、紹介に、啓発に歩くという、頑張るということをですね、これからやっていくという形で、日本一に少しずつ近づいていこうと思っています。えー、先日ですね、えー 航空自衛隊の浜松の納涼祭に行きましたときに、えー、同じような話を安友市長、浜松市長がされておりまして、その会場に家康君が来ました。えー、新聞やテレビで見ておりますと、えー、うちの疾病もずいぶん汗が染み込んできたなと思ってますが、そばで家康君を見ましたら、ずいぶんそれ以上に汗が染み込んでおりまして、えー、安友市長と話しましたら、少しうちの方が勝ってますけども。 職員から見ると、中東園の一つ、天竜川挟んで、磐田市の疾病も徐々に脅威に感じてるんで、負けないように自分も激を飛ばしてるんだみたいな話をされてました。まあ、こんな思いの中で、楽しくまちづくりができればと思っております。これが1点点目目でございいまます2点目といたしまして 岩田ファンクラブ、まあこれあの、これも職員が考えた事業でございますけれども、いよいよスタートの運び、立ち上げとなりました。えー、私はこの中の思いを一つ述べようと言われたら、磐、えー、田市というふるさとをいつまでも大事に、懐かしく、市外に、県外に飛び立ったときでも、あとでも思っていただけるようなまちづくりをしたい。まあ、そのために 特にです、ね、市外、県外に仕事、もしくは大学等々で行かれた後も、その方たちがファンクラブの一員となってもらったときに、ここに書いてございますけれども、毎月の磐田市の行事等々、イベント等々から始まりまして、職員の仕事ぶりだとか、スポットだとか等々ですね、市外、県外で活躍されている有名になった皆さん、 の協力も得ながらですね、町おこしをしていきたい。まあこんな意味で立ち上げた事業でございます。これが二点目です。それから三点目でございますが、これもあの当初予算の時に、えー、申し上げた、事業でございますけれども、まあ当時。振り返ってみますと、中学生の海外派遣のことが。あの記者の皆さんからも質問を受けましたけれども、実は私の中では。えー コーつけがたい思いがございましてで本当を言いますと、えー、中学生、まあ、中学校代表1人連れて行った3年の歴史があってですねそして今回は2人を最初は思いとして計画してましたが、えー、小学生、えー、中学生の先輩にですね、えー、上位者に自分たちの校区の学区の 小学生代表を面倒見ながら、お姉さん、お兄さんとして、ですねそして一緒になって23人の小学生代表を連れていこう、そしてゆくゆくの人材の育成、人格の形成に役立ってもらおう、当然、えー、平和というものを意識してもらいたいということもあるんですけれども、まあ、そんな思いで、えー、小学生を今年から23人、計11人の中学生合わせて34人、 広島に連れて行きますえ、こんな思いを述べながらですね、えー、3点を取り上げさせていただきました